こんにちは、辻陽子です。いかがお過ごしですか？初めて私を見つけてくださった方、とっても嬉しいです。今日はちょっと緊急で今話しておかなければならないなっていうようなお話をします。かなりスピリチュアルなお話です。それはね、シャーマンという仕事についてです。つい先日知り合った男性がね、職業何ですか？って私がお聞きしたら、シャーマンですって答えたんですよ。え？って思ってよくよく聞いてみれば、実際の本業のお仕事はありました。けれども、それ以外に、いわゆる天命、天から与えられた使命と言いますか、それがシャーマンですっていうことなんですよね。で、実際にどういうことをやっておられますかってお聞きすると、まあ、古神道や陰陽道なんかを活用しながら、自分なりに日本列島のエネルギーが滞っている土地や場をこう整え、再びエネルギーの循環がきれいに起こるように、そして、土地のエネルギーが再び吹き返すように、そのような浄化と整える調整を行っている。それも仲間同士で行っているっていうことだったんですね。そして、スピリチュアル系の方がよくつぶやく言葉として、そこに呼ばれたんです。そこの土地にね、あるいは国にとか、そんな感じでそこへ出向いていってやるんですよ、っていうようなね。まあそんなお話になったんですけれども、あ、なるほどなるほどっていう感じで。ね、シャーマンって聞くと、まあ、日本語だと直訳すると、呪術師かな。ちょっとおまじないをしたり、呪いめいた黒魔術的なものを使ったり、魔女とか、あるいはアフリカなんかで言うと、こう、大昔からあるような、土着の信仰と結びついたような、雨乞いとかね。こういうイメージを持たれる方もおられるかもしれませんが、その男性はそのような、さっき説明した意味合いで、シャーマンっていう言葉を使っておられたんですね。で、これ聞きながらね、今から言う話は私が本当に根拠なく直感的に捉えている感覚ですけれども、今ね、正確に言うと3年ぐらい前からかな、突然、いわゆる宇宙と言っても、まあわかりやすく、八百万の神と言ってもいいし、高次元の存在でもいいし、何でもいいんです。自分自身のハイヤーマインドでもいいし、特定宗教を持たれている方はその神でも、全然問題ないんですが、神のご指名を受けて、神事をやらされている人が非常に増えている。やらされているっていう表現をわざわざ使ったのは、自分自身が、よし、やろう、やりたい、何が何でもやる、ワクワクするぞって思って決めているケースではない。そういう場合も多いからです。でもね、今ね、特にこの日本国内、日本列島で、日本人じゃなくても日本に住んでいる人や、あるいは日本が好きだったり、日本を訪れたことがある人、こういう人が非常にこの神事をやらされている感じが あるなぁと、もう根拠なく、強く、しかし確信する私がいます。で、じゃあ実際にはどういう感じかっていうとね、まさにね、今、日本国内で神事をやらされている人、ご自身は全然自覚ないんですよ。後でもうちょっと具体的にどういう感じで、その、神ミッションが来て、どのように実践しているかっていう例え話も出しますが、ひとまず最初にね、この神事のことを言っておくと、日本列島を整える。そして、さっきも言ったように、エネルギー、地のエネルギー、わかりますか？地球って、地球の中心にマグマがあったりして、流動的に熱が動いているでしょ？熱、エネルギー、光。これがね、中から外へ向かって放出してるわけです。私たちも生きてるんで、生き物はすべてオーラ、生体エネルギーを放ってますが、地球自身も放ってる。そしてね、ちょっと枝葉になりますが、それがね、いい感じに表に出てるところが、いわゆる温泉地であったりね、豊かに植物、木々が、こう、育つ。そういうような土地ですね。
で、そうじゃない土地っていうのは、干ばつに見舞われている砂漠である、とにかく雨が降らなかったりとか、土の状態が良くなくて、いい作物が育たない。あるいは、そこの土地の下にね、ウランであるとか、人体や動植物が育つのに適さない波動を放っている物質、鉱物がある場合、これもね、そこでは人間も長生きしづらいですし、他の動物も、そして植物も育ちにくい。それからもう一つ、案外ね、スピリチュアル好きの人は見逃しポイントとしてはね、流血、竜の穴って呼ばれるようなエネルギーが強すぎる場所です。強すぎるのも、やっぱね、行き過ぎるとね、流血、まあ、風水的に言って、土地の下にね、流れている地下水とか、それ以外にも、まあ、砂漠の国だったら、石油であったりとか、他の物質がこう、うごめいているわけですよ。鉱物とか、いろんなものが、動物以外でもね、ね、地下水、動いてるじゃないですか。このね、要は、流れの道があるわけですよね。地面の下にね。これがね、海で言うと、ナルトの渦潮みたいな感じでね、強く渦巻いていたりとか、強烈にそのエネルギーを発しているような場所があるんです。で、こういう場所は、やっぱりね、例えばその山自体が御神体になっている。まあ、わかりやすく言うと富士山とか、火山ですよね、強い。こういうところ、強くて、そして決して禍々しいエネルギーではない。神々しかったりもするんですが、強すぎるところには人は住みにくいんですよ。こういう意味でね、いわゆる汚れ地といって、さっき言ったように砂漠であるとか作物は育たない、おおむね枯れた土地、緑の大地じゃない土地以外に良すぎる、強すぎるっていう場所も、まあ、あんまり動植物、我々が住むのに適していない場所と言えるでしょうね。はい、枝葉から話を戻しますが、とにかくね、今ね、地球全体、そしてとりわけ日本に住む我々にとっては、この我々の住んでいる土地、日本列島がいい感じで好循環のエネルギーをこう回していくように、これがね、ちょっとね、バランスを欠きすぎちゃったかな。だから揺り戻しが起こってるんですよね。で、この揺り戻しをね、するのにね、確かにいわゆる高次元の存在、さっき言ったようにどんな呼び方でもいいんです。あなたがしっくりくる呼び方でいいんですよ。私は私のことしか信じられませんし、神とか言われてもピンとこないんですっていう人は、自分の中のものすごく強烈な核となっている魂の中核、霊性、ハイヤーマインド、これでいいと思います。ここがね、上司のように部下である私やあなたに指令を送ってきている。これがね、私は神人事。人事の話は後でします。人事っていうのは、あなたはどこどこ部、企画部行ってください。あなたは営業部行ってください。って、これね、うん。その人の適性によって、どこでどういう仕事をしてもらうか振り分ける。この話は後でしますが、うん。とにかくね、神事をオーダーされる。指示命令される。そして指示命令なので、有無を言わさず動かされていたりすることもある。これはね、例えがものすごく良くないんですが、わかりやすく言うと、オレオレ詐欺とかのね、首謀者じゃなくて、一番末端の人たち、自分たちがまさか詐欺に加担しているとは、気づきもしない、知らされてもいない。そして業務だけを、何月何日、どこどこ行って、誰々さんと会って、これを受け取ってください。あるいはこれを渡してください。みたいな、そこだけを言われて、そのミッション、任務、使命、業務をこなしている人、こんなような感覚、こんな感じでやらされているケースが多い。けれども、ここに関わっている人の数が、ものすごくものすごく急速に増えてきた。そして中には、きっかけとしてスピリチュアル体験を持たれる方もパラパラ出てきたなと思います。だってね、今まで体験したようなことない体験したらさ、え？何なの？って気にするじゃない？日常生活の中の
ごく当たり前な出来事だったら、その時はうおーって思っても、もう2、3分後には忘れちゃったりとかね、しますよね。夢なんかでも、強烈な夢見たらいつまでも何年も覚えてたりしませんか？あっさりした夢だったらね、起きても顔洗って歯を磨いてる間に忘れちゃったりしますもんね。まあそんな感じの違いでね、まあ、何か不思議な、理解しにくい、印象の強い出来事がある。これがきっかけとなっている方も多いと思います。そしてね、その次にやってくるのが、まさに神采配というか、神の計らい。神っていうのは神じゃなくていいんですよ。ハイヤーマインド、あなたのハイヤーマインド、あなたの中のより高い意識でもいいし、八百万の神が、でも何でもいいです。あなたがぴったり来るものでいいんですが、これがね、またね、あなたの人生の中でね、わかりやすい解説とかヒントをね、こう、入れてくるんですよね。そのうちの一つが、この今見てくださってる私の動画かもしれません。こんな感じでね、起こってる出来事についての解説を聞くことがある。それも向こうから来る感じ。たまたま暇だなぁと思ってスマホを開けたら、一番最初に出てきた誰かの投稿、まあ、知らない人の投稿出てきた。読んでたら、みたいなね。こんな感じとか、もしも私の動画を今日初めて偶然見つけてくださった方がいらっしゃったとすれば、これも本当に神の采配、高次元の存在の、ちょっとこれ見といてっていうメッセージかもしれません。まあ、こんな感じで解説がやってくるんですよ。起こった出来事の解説がね。で、結局ね、無自覚、無意識のうちに、何月何日これをやってください、みたいな指示、オーダーが来て、その任務、業務、ミッションをやらされてる人が増えてる。ものすごい勢いで増えてる。だから、あなたもそうかもしれませんね、っていう話。今日はそんなお話。でね、ここで終わっちゃったら多分ね、そんなに面白くないでしょ。だから、その後にね、なんでそんなことが起こるんだろうかっていうこととね、人によって与えられる役割が違ってたりする。これどういうことであろうか。なんでそうなるんだろう。うん、それから、あなたが生まれてきた意味、そして今生きてる意味、そういうようなことも最後にお伝えしていきたいと思います。この順番でいきますね。はい。じゃあね、さっき言った、神采配。これはね、なんでしょうね。この地球ね、まだまだ実を言うと、我々人類が解明している領域っていうのは、宇宙全体で言うと 5% ぐらいと言われてるんです。昨今、量子力学で、科学で、もういろんなスピリチュアルやわけのわからないような現象についても、解明が進んできましたよ、なんていうようなことをね、言っておられる方がたくさんいて、それだけを聞くと、人によっては 100% 解明できたかのような表現をしている人もたくさんいるので、うわぁ、本当なんだ、そうなんだって思っていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないけど、実を言うとまだたった 5% ぐらいしか我々人類は宇宙について解明できていません。残り 95% っていうのはね、ダークマターと呼ばれていて、解明できてない案件なんですね。また横道それますが、ダークマターについてもね、間違った解説の動画がたくさん出てます。暗黒物質が渦巻いている宇宙みたいなね、表現だったりとかね。確かに夜空を見上げると黒いからね、夜空は。だから暗黒、ブラック、ダーク、ダークマター、暗黒物質ってなるかもしれませんが、違います、違います。ダークっていうのは、まだ確認できてない、不確実な、曖昧な、はっきりしない、解明されていない、また、事案。つまり、だから、さっき言った通りです。95% は、まだ、我々のこの科学の領域では明らかになっていない。そういうような事項があるよ、事案があるよ、っていうような意味合いで、ダークマターって言ってるだけで、暗黒のなんか、まがまがしい、怖い、不気味な、恐ろしい何かに 95% 満たされた宇宙っていう意味では全然ないです。これから解明されていく、まだお楽しみの部分があと 95% もある。けれどもあと 95% もある。そしてこちら側はね、おおむねね、目に見えないんですよ。そうなんです。だから、昔の若い頃の私のように、目に見えないものなんか信じない。科学で証明されてるものしか信じない。
っていう人は、そう、昔の私なんですけどね。世の中の 5% しか信じませんって言ってるのと同じで。で、目に見えないものってね、例えば音楽、目に見えない。香りも目に見えないのに。自分の思いや考えていること、精神、魂、全部目に見えないのに。相手の感情も目に見えないの。目に見えないものは信じませんよって。こんなにも目に見えないものを活用したり、キャッチしながら生きてるのに。若い頃の私はそんな風に言っていました。そしてまだまだ多分人類の7割ぐらいの人は、そのように言ってる人も多いかもしれませんね。話があちこち言ってますが、戻すとね、目に見えないものにこんなにも囲まれていて、実際に私たちが目に見えているもの、この現象や物質として触ったりできるようなもの、はっきりとした感覚でキャッチできるもの。これはもう 5% どころか、この宇宙全体で言うと 0.00001% ぐらいしかないって言われてるんですよね。これもにわかには信じがたいですが、どうもそうらしい。この前提でね、こっから先の話を聞いてもらいたいんですが、そうするとね、目に見えないものにこんなに囲まれている。ということは、目に見えない存在も一緒にこの地球に生きている可能性は高いわけです。それを我々は八百万の神と言ってみたり、ギリシャ神話の登場人物、あるいはヒンズー教の神様と言ってみたり、妖精、精霊、天狗、あるいはもののけ、ゲゲゲの鬼太郎の世界にいるような妖怪と言ってみたりしている可能性は全然あって、そして我々人類、あるいは私たちが目に見えて確認できる動物、植物以外にも案外地球の仲間は多いかもしれませんね。で、そのうちの一つが、とってもとっても今年、もてはやされている、竜ですね。辰年っていうこともあるのかな。竜のエネルギーが、竜、竜、竜って、あっちもこっちもで、竜の話ばっかり耳にするような、そんな感じの今年ですが、これはね、何かっていうと、まさに、目に見えないんですが、強烈な強いエネルギーですね。非常に強いので割と分かりやすい。だから昔の私のように私エネルギーとか全く分からないし感じませんしって言ってる人でも感じやすいんじゃないかなって思います。で、この竜のエネルギーが強いなっていうようなところはね、やっぱ神社参りとかされる方だと分かりやすいって思うのは出雲大社、それから、諏訪大社、それ以外にも竜と名前がついているような神社であるとか、ここは竜が祀られているらしいよって言われるようなエリアの神社。さっき言ったようにね、流血、竜の穴と書いて流血、そこからうわーってこうエネルギーが立ち上っているようなイメージをしてください。強いエネルギーが。そこは本当にね、人が住むには適さないんですよ。強すぎる、激しすぎる。けれども、そういうようなところに祠が作られて、で、竜の名前がつく神社が作られていたりとかしますから、まあ、そんな感じのイメージ持ってください。でね、このね、地から天に向かって湧き上る、立ち上がる。もちろん、山の方に湧き上がったものが山のふもとに降りてきているエネルギーとかもあるんですけどね。これをね、強いエネルギー。竜のエネルギーって呼ぶ人が多いんだろうなと思うし、実際にそういうエネルギーとか全然見えないし分かんないし私感じられないんですっていう人も、いや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 案外感じているものです。感じられないってガチって思い込んでるだけなんだよね。昔の私もそうでしたが、この思い込みってすごくて感じられませんって思った瞬間、すべては気のせい、勘違いになるんですね。ところが、さっき言った通りね、物質や触って確認できるようなものは、この宇宙全体の 0.0001% ぐらいしかない。残りは目に見えないものなんですよ。この目に見えないもののことを、日本人は気のせいだよねって言うけども、気のせいっていうのはまさに気のせい
そして気というのは何なのか。目に見えないエネルギー。エネルギーの作用です。そしてこれはもう私の動画ね、何本も見てくださってる方だったらよく出てくる話ですけども、もう雰囲気っていう形で読み取れてます。目に見えない人であっても。まあ私はたまたまね、ビジネスホテルでカレーライス食べてて、突然見えるようになった。確認できるようになった。なので、余計に、おおって、もう最初ちょっと戸惑いましたけど、今ありがたいことに確認ができます。目でね。けれども、目で確認できなくても、全然問題ないんです。雰囲気で読み取ってるから。そして、龍のエネルギーが強い神社に関しては、そこの境内に入ると、ね、強いエネルギー、力強いエネルギーをきっと感じることでしょう。そしてそれは概ねどちらかというと男性的な雰囲気としてキャッチすることが多いと思います。たとえ女性の神様を祀ってあってもです。特にこの10年ぐらい、瀬織つ姫、あるいは木の花咲夜姫、この名前を聞くことが多い人は多くないですか？私はとても多いんですが、この特にね、瀬織つ姫、祀られている神社、あんまりたくさんないけどね。ここなんかもね、非常に男性的ですね。それから、木の花咲夜姫を祀っている神社も、姫を祀っているにもかかわらず、結構力強いんですよ。強い。強いっていうのは、木で言うと、柳の木とか桜の木っていうよりは、杉の木みたいな感じですかね。こういう雰囲気で見分けてるはずなので、まず、こっから先、いや、私、もうこういう話されても全然エネルギーとかわからないし、まあそもそも信じてないし、っていう人は、いや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 、気のせいは気のせいかもしんない。自分の思い込みがガチッと入ってるだけかもしんない。で、この思い込みヘルメットみたいなのを今だけでいいんで、パコッと取ってね、横へ置いて、こっから先を聞いてください。はい、じゃあ、いよいよ、神のお使い、天命についてお話しします。一番最初にね、最近知り合った方が、職業、シャーマンです。っておっしゃってた。って言いましたが、そう、今ね、その、地球のエネルギーがバランスを大きく書いて、崩れていて危ない。これは私が言うまでもなく、納得でしょ？感じておられますよね。それはね、地球のエネルギーとか、そういう表現で言うから分かりづらいんであって、世の中を見渡してください。政治や経済、おかしいよなって思うことがあまりに多い。これがバランスを書いてるっていうこと。地球環境についてとか、海で生きる生物の体の中からいっぱいプラスチックの破片が出てくる。これもおかしい。で、何気に簡単に安いものを買ってはちょっと使って捨てる。これもよく考えてみればちょっとやりすぎじゃないかな。とかね。食品添加物、本当にこんなに入れる必要あるんだろうか。とかね。お年寄りを見てると、食事に匹敵するんじゃないのぐらいたくさんの錠剤を朝昼晩規則正しく飲んでる人とかがいて、よく考えてみたらおかしくないですか？だってあの錠剤の原料って何か知ってます？ 100% とは言わないけど半分くらいは石油だよ。毎日健康のために朝昼晩規則正しく石油を食べてます。残りは化学薬品、まあ食品添加物に近いようなものです。それを一生懸命こんだけたくさん食べながら同時にコンビニで買うものはやばいよ。食品添加物入ってるからねって。もう量を比べただけでも明らかおかしいじゃん。まあ、こんなようなこと、バランスを書いてるってこんな感じですよ。もっと言うと、他の動物を見比べてみると人間の生活、特に現代人、おかしい。なんで朝起きて満員電車に乗らなきゃいけないんだろう。他の動物は乗ってないのに、なんで目覚まし時計をかけてもっと寝ていたいのに起きてるんだろう。他の動物は目覚まし時計使ってないのに、なんで夜行性の動物でもないのに、お日様が出ていて気持ちいい日に外を散歩せずにどっかの会社やお店や工場に行ってるんだろう。そして日の当たらないところで
日が暮れるまでなんで仕事をしているんだろう。よくよく考えてみたら、動物の一種なのにおかしい。これがバランスを欠いているっていうことですよね。で、これの揺り戻しが今起こってる。大きくバランスを欠いたら大きく揺り戻さないと。振り子で言うとね、そんな感じですよね。で、やがてこう、ちょうどいいバランスに整っていくんだけれども、今ね、反対側への振り子がブワーンって振れてる。この反対側の振り子振れてる感じも、もうバランス悪いなって思ってる方も多いと思います。まあ、どういうところで感じるかっていうと、私はやっぱりコミュニケーションの表現ですね。いろんな言葉遣い、表現方法、これを場合によっちゃ相手が不快に感じたり傷ついたりして、それってハラスメントですって言われるあれですよね。これもね、行き過ぎまで行ってる感じ、感じてる人も多いと思いますね。ちっちゃい子が何にもまだよく分かってなくて、善悪も分かってない、他の人へどういう迷惑や影響があるかも分かってない段階で、物心つくかつかないかの頃に、悪気なくお皿をガシャンガシャン割って遊んでしまう。干されてる洗濯物を引っ張って引きずり下ろして遊んでしまう。小動物の尻尾持って振り回してしまう。昆虫をつついてつついてやってしまう。こういうようなことをダメでしょって強く注意するだけでハラスメントだみたいになっちゃうから、もう保育士さんとか学校の先生もうすごくやりづらくなっていたりとか、これは老人介護施設でも同じですよね。だん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 いろんなことができなくなって癇癪を起こす方とか、ちょっとね、認知症が入ってこられたような方が悪気なくやってしまうことを注意ができない。これもね、ちょっとバランス変えて振り子が反対の方に振りすぎているなと思うけれども、だん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 、振れすぎてから戻っていくんですよ。この今途中段階にいる感じじゃないですか。そんな中でね、知らず知らず無自覚のうちに、地球さんなのか宇宙さんなのか、高次元の八百万の神的な存在なのか、あるいはあなたのハイアーマインドのオーダーなのか、シャーマン的なことをやらされている、そういう人が増えている。明らかはっきりと、私はここの土地の浄化を今回任されたからやらなくっちゃっていう自覚を持って、そして自分なりにやり方も、なんでしょうね。なんかこう、降りてくる？降ってくる？わかる？直感的に。それでやる人もいるでしょう。けれども、全然気づいてないまま、結果的にやっちゃってるっていう人いるんですよ。これがね、面白いの。で、今日はね、どっちかというとね、このね、気づいてる人は正直この動画を見る必要あんまりなくて、今ここまで見てくださっても、はい、そうだよね、そうだよね、そうだよね、辻さん同じ意見だわ。私も、気づいてますよ、わかってますっていう感じだと思うんですよ。そうじゃなくてね、私やってんの？オレオレ詐欺の受け子みたいなことを、オレオレ詐欺、例え悪いですけど、このオレオレ詐欺じゃなくて、神事ですよ。神のオーダー。今地球を整えるために、日本列島をもう一度エネルギッシュに整えるために、これをね、よくわからんままやってる人がいる。それはどういう感じかっていうとね、このね、シャーマン的な仕事はね、そうだな、シャーマンっていうのを、例え話で、例えば、お医者さんに職業名置き換えたとしましょう。お医者さんでもね、いろんなお医者さんいるでしょ？外科、内科、小児科、産婦人科、眼科、歯医者さん、他にもいろいろ。これね、歯医者さんに、ちょっと目の調子悪いんですよ、見てくださいって言いに行っても、いや、ちょっと管轄外なんで、ってなるし、内科のお医者さんに、交通事故です、今すぐ塗ってください。って言っても、いや、ちょっと待ってください。ってなるし、こんな感じで、得意が違う。そんなわけでね、神事のオーダーも得意によって、あなたこれやってください、あなたこれやってくれたいが違うんですよ。で、例えばね、その人が存在するだけですごくいい感じに土地の状態が整ったり落ち着きを取り戻す。こういうようなタイプの人がいます。具体的に言うと、第一チャクラ、第二チャクラ、第三チャクラまでぐらいが非常に安定していて、開いていて、通っているような人です。
こういう人はね、一般的にはどちらかというと、今日私が喋ってるのはこういうスピリチュアルなこと、興味関心全然ないです。そんなことよりも、不動産の取引って儲かるらしいよね。じゃあ不動産の仕事に就くわ。とかね、目に見える物質的な豊かさとかに興味関心があったりとかね、せっかく生まれてきたからには豪邸に住みたい。それが自分の夢であり目標です。とかね、割とそういう感じで、こう、スピリチュアル好きな人と真逆のような、そういう価値観で生きてるような人に多いんですけども、こういう人ってね、しっかりと大地と根付いて、こう、なんでしょうね、見える現実の部分をしっかり整えるっていう力が非常に強いので、その人が何を思おうが、考えようが、思いはあんまり関係なくて、そこの場に行くだけで、結構その人のエネルギーの影響で整ったりするんですよ。そうすると、その人は本当にこういう感じです。いちいちそんななんか神の啓示とか、うわ、宇宙からなんかメッセージ来たとか、うわ、なんか、チャネってしもうた、繋がった、ああ、アカシックから情報が、なんていう形ではなく、今度の休みの日、どこ行こうかな、ふっと湧くんです。どこどこ行きたいな。あそこ行ったら美味しいカニあるしな、とか、あそこ行ったら美味しいフグあるしな。こんな感じ、こんな感じ。目に見えるカニとかフグとか、あそこの旅館いいよな、とか、あそこの温泉が、みたいな感じ。で、そこに行き先を決定して、で、何月何日に行こう、みたいな感じでね。で、本当に何月何日にその人が行くと、そこに行くだけで、いわゆる、地鎮。地鎮というのは、うん、そこの場のエネルギーの浄化、調整。そして、場合によっちゃ、地の底でうごめいている、いわゆる地震のもとになってる、ううって、こう、溜まり溜まったエネルギーですね。これをね、スーッと抜く。こういうような、その、地面を沈める、地鎮ですね。いわゆる地鎮祭とかあれじゃん。あれをね、別にね、祭りとしてやらなくても、その人がそこへ行って、露天風呂入って、ふーってくつろいてるだけで、怒ってたりする人がいるんです。美味しいカニを食べて、旅館で満喫してるだけで、何やっててもいいんですよ。それ以外にはね、同じく場の調整なんだけれども、そこのね、大昔からの人の思い、念、無念さとか、なんかそこで、例えば、何にも悪いことしてないのに、いわゆる冤罪、本当は無罪なのに、有罪判決を受けて、昔のことなので、打ち首とかさ、なんか、みんなの前でひどい目にあったとか、見せしめみたいな。こういう目にあった。あるいは、ちょっと怖い話ですけど、昔だったらこう、川の橋を作るのに人柱って言ってね、そういうような、ちょっとすごく犠牲的な村や社会のために、生贄的なというか、こういうような目にあったとか、無念な思い残しを持っているような人が、そこで亡くなって、で、そこで、こう、無念さのエネルギーが漂っていたりとか、こういうのをね、いちいち感知しない人でも、神人事によって生かされてる人がいてね。で、こういう人はね、バランスを取るために、例えば、歌うとか、例えば踊るとか。で、ご本人は全然、自分は別にスピ系でもない。そんな神事やらされてるつもりもない。だけども、やっぱりある時ふっと思うわけ。ちょっと疲れてきたな、旅行でも行きたいな。で、たまたま行く。そしてたまたま飲む。たまたま酔っ払う。そして酔っ払ったまま、その辺で踊る。ワイワイ騒ぐ。歌って踊ってみたいな。これでね、整ったり調整されたりとかあるんですよ。いや、私、若い時、クラブで毎晩踊ってました。そのクラブのあった場所が、何百年前、あるいは千年以上前、どうだったか、っていうことです。そして、まさに、そこの、思いの無念さ、みたいなものをね、こう、浄化する、そして、プラスマイナスゼロへと、整えていく。こういうことを、わけわからんままやらされてきた。あるいは今も時々やってる。こんな人もいるんです。しょっちゅうカラオケ行ってる人、神事をやってる可能性あると思います。
最近急に思い立って歌を習い始めた人、あるいは最近思い立ってダンスをやり出した人、フィットネスクラブでなんか1時間ぐらいダンスの振り付けをやってる人、あなたは単に楽しみのためにやってるかもしれませんが、それはもしかしたら神のオーダーかもしれない。こんな感じでね、まあ増えてる増えてる、すごく増えてる。突然農業に携わりたくなって、そして植物を育てるっていうようなことをやり出した人もそうだと思うし、今までお家の中に花を飾ったことがなかったのに、花飾ると気分いいじゃんって思って、時々花を買ってきて、切り花を飾っておられる方。これもね、ものすごい場の浄化になってたりするんですね。あるいは、そう、昨今、この15年ぐらいかな、断捨離が流行ってましたよね。整理整頓、お掃除。これもね、バランスを揺り戻すのに非常に効果的なので、自分の家の中を断捨離するようになりました。それ以外、物が増えると今度逆に気持ち悪くなっちゃって、どんどんミニマリスト的になっていって、物を持たない面白さに目覚めました。っていう人もいるでしょうね。こういう人も案外、神事としてやってる可能性大ですね。それから他にはね、今まではビールやワイン、焼酎飲んでたのが、日本酒飲む機会が増えました。なんていう人も、これも、あるあるだと思っています。どうですか？ここまで聞かれて、なんか思い当たるものありました？これも本当にね、お酒強い人でないと、日本酒飲んで浄化に携わるっていうことはできないので、やっぱりね、人事の人がね、あなたは飲酒企画部行ってください、みたいな感じですね。で、踊りや歌もね、踊りや歌が本当に苦手で、下手くそでっていう私みたいな人は、そっちに回されたらすごいストレスじゃないですか。そして上手くもないわけ。だからやっぱりね、上手だったりとか、好きな人が、神人事でね、そっちに回されて、で、わけわからんまま、旅行先で、えぇーってね、歌って踊って、やったりしている。こんな感じで、主に、ふっと思い立って、そこの場所に旅行でも出張でも何でもいいんですが、行って何かをやっているケースがとても多い。これをね、意図的に意識的にやったのが、まあ一番代表の人は空海でしょう。四国88箇所巡り。あれはすごいですね。エネルギーがものすごく循環しますからね。エネルギーの循環についてはね、今度また別の動画で、時間がおかしいっていうテーマでちょっと喋ってみようと思うんだけれども、左回りがいいですよ。反時計回り。巡るなら反時計回りです。でね、エネルギーね、注入させていくのはね、日本のように北半球に住んでる人は右回りがいいんですよ。南半球は左右逆ですね。エネルギーの回り。地球の、対流の、昔の中学校で学んだ理科の時間を思い出してもらうと納得だと思うんですが、まあ今ね、日本を基準に話してます。エネルギーを注入するには、右回りがいいんですが、今はね、解放していく、ほぐしていく、こうバランス変えてねじれた、ツイストしたものをね、キュッキュッキュッって戻して、こうストレートにまっすぐに素直にしていくときなので、左回りのエネルギー、これが結構いい。キャップ閉めるときも、日本製品は、右側は閉まる。反時計回りが、開ける、緩める方でしょ。これ、理にかなってるんですよね。まあ、とにかく話を戻すと、四国88箇所巡りなんかは、四国という土地はね、どちらかというと、大昔米も取れなくて、で、砂地だったりとか、そんな関係もあって、キュウリやナスやウリ系の植物はたくさん取れるが、お米とかが取れにくい。経済をね、回す意味でも、人を回す意味でも、エネルギーを回す意味でも、土地を整え、いい状態に保つために、88箇所巡り。もう、天才だな。あんなこと思いつくなんて。まあ、それ以外にも、例えば神社参拝の場合は、神社の参道っていうのがあって、そこをみんな通っていく。そして大体、入り道と出口が決まっていたりします。なんとなく左回りに巡るように多分作られていたりとか。まあ、あなたがもし、どう巡りでもいいな、あまりこだわりないよっていうことであれば、
神社参拝の時は本殿に参拝された後に、もしよかったらその神社の周りに道があるならば、反時計回りにぐるっと回られるのもいいと思うんです。で、どっから巡ってみようかって迷った時は、こう、反時計回りになるように、お社を巡ってください。出雲大社なんかもそうですけど、一つのね、敷地の中に、たくさん祠がある、社がある。そういう神社も多いから、そんな風に覚えておいてもらったらいいかな。でも、これね、別にだから逆で回ったらダメなのかとか、悪いことが起こるのかとか、ご利益がないのかとか、そんなのは関係ないですからね。最後に、器があるっていうお話と、それから生まれてきた意味、そして今生きてる意味もちょこっと話して終わりますね。私たちには一人一人器があってね、器っていうのは手に負える範囲、私も10代の頃からビジネスの世界に入って会社経営をずっとやってますけども、私よりもものすごく大きい会社を1台で作られた方ってたくさんおられてね、まあ、正直その方々と私を比べて落ち込む必要もないんだけども、どうやったらあんだけできるんだろうな、とかはやっぱり思うわけです。それはね、あなたも長年打ち込んできた何かがあったなら、あの人と私の違いは何だろうって思うことあるんじゃないでしょうか。例えば楽器演奏、プロとして長く活躍されて有名になられる人と自分と、あるいは歌を歌う、作詞作曲、他にも絵を描く、写真撮る、他のアート、芸術、ダンス、それ以外にもいろいろ、まあ会社のお仕事でも、なんであの人が、自分はなぜそうならなかったんだろう。逆もあるかもしれません。いや、まあ正直私そんなに秀でてない。なのに私はなぜこの道でプロで人気者でやり続けてられるんだろう。他の人も案外すごいのに、実力ある人でもそうなってない人もいるよな。これ違いなんだろう。この違いなんですけど、ここに私は器が関わっていると思っていて、じゃあこの器をもっとわかりやすく違う表現で言うと何かなって思ったんですが、これ今から言うのは私の勝手な個人的な理解と解釈ですよ。だから、辻さんはそういうふうに考えるんだと思って聞いてください。もしも生まれ変わりがあるとすればね、今回の人生で一台でバーンとものすごく大きい会社を作る社長さんは、前世、前々世、その前とかもずっと多分ビジネス、商人をやってきている。トライしてきている。そしてトライしてきたからこそちょっとずつ上手くなってるんですよね。で、もちろん生まれ変わったら記憶全部リセットじゃないですか。前世の知恵とか記憶覚えてないよね。けれどもね、なんか感覚的に身につけたものってうまくできてしまうんですよ。これはビジネス以外に、例えばもう小学生ぐらいでものすごい書が書ける人、あるいは 4,5 歳でものすごいバイオリンの演奏うまい子、絶対音感がある人、生まれた頃から絵がうまい子、こういう人っていやもうやってやってやり尽くして前世プロだったりとかした人、なんとなく記憶リセットで今回の人生、またこのコンピューターゲームの RPG のようなこの人生がリセットで今回のアバターで始まってるんですけど、その前のやつがうっすら残ってる。身につけた技術、やり方、コツが。そうするとね、今回の人生でバーンと行く人いるんだよね。そういう意味では私は今回の人生ではまだ社長業、初めてじゃないかもしれないけど、まあ、前世や前々世結構しくじってる。で、ちょっとぐらいはコツ掴んでる。で、今回またそこにトライしている。だからもっとトライしてきた人たち、そういう人は今回の人生でバーンとすごいことになる。他のジャンルもそうなんじゃないかなっていうね、これ私が思いついた説なので、おお、その考え方いいわと思ったら取り入れてください。だから今回あなたがチャレンジしている何か、思い入れの強いもの、例えば小説を書く、プロになりたいとかね、でもまだプロになれてないとすれば、前世までは全然違うことに取り組んでいた可能性があって、
今回は一丁小説家目指してみようか。とかね。そしたら、前世、もうずっとやってきたよっていう人は、今回の人生でポンとプロの小説家になって、ものすごいベストセラー出るかもしれませんが、今回初めて小説家ちょっとトライしてみようっていう人はなかなか芽が出にくいかもしれませんが、それでもそんな感じでちょっとやったことないことにチャレンジしてる可能性はあると思います。でね、スポーツなんかも、もうずっとずっと職業柄、もう急いで何かダッシュして走らなきゃいけなかったような仕事に就いてた人が、今回短距離走にチャレンジしたらものすごい記録出たよとかあるかもしれないしね。いや、前世まで全然違うことやってましたっていう人が、今回の人生ではそんなに記録出ないかもしれないけど、でもうまくいかないことも含め新しいチャレンジされてる方かもしれない。だからそんな感じでね、どの人もね、案外やってみたらめっちゃうまいわみたいなことってね、あるんですよ。トライしてないから気づいてないだけであったりします。そしてね、もう何回もやってることって正直、飽きが来てたり気が済んでる可能性もあるから。だから今回はちょっとやってないこと、やってみようかな、みたいになってる可能性もある。ともあれ、やっぱね、生まれてきた意味があるとすれば、何かにチャレンジするっていうことが一つ大きいテーマとして、どの人にもあると思います。だから、人生は修行であるとか、人生は魂磨きであるとか、そういうようなことを言う人もいるけど、それはそれで、それがしっくりくる人はそれでいいんですが、私あんまりしっくり来なくてね。でもね、あ、何かにチャレンジしてんだなっていうのは割と私はしっくり来てます。これが生まれてきた意味だとすれば、まあ、これをやるっていうことが今生きてる意味になってきます。そしてね、ここから先はね、自分さえ良ければいい、自分さえ特権階級になればいい、自分さえお金持ちになればいいっていう自己中がね、だいぶね、バランス変えて行き過ぎたんで、振り戻しの時期でしょ？ということは、利他の精神でやると追い風が吹きます。で、利他っていうのは、無料奉仕とか、見返りを求めずに誰かに親切にするとか、そういうようなことなんですが、この利他とね、自己犠牲が混ざってる人が多い。利他の中に自分の笑顔や自分の幸せも入れてください。みんなの幸せのことを利他と言いますが、この利他の中に自分もポコッと入れてあげてください。そして、みんなの笑顔、みんなの幸せ、みんなの喜び。こっちの方で物事を決めていくと、追い風が吹く。そういう時代になっているんですよ。時代のエネルギー的にそうなんですよね。だからもうこれはね、分かっといて乗っとく方が向かい風の人生になりにくい。だから逆に言うと向かい風の人生に今なってる人は、自分が自己中のつもりがなくても、自己中じゃない人の場合は自己犠牲ですね。自己犠牲すると利他とは全然違うので、うん、これ向かい風になるんだよな。でも利他と自己犠牲ってすごく似てるから、表面上やってる行動が同じだから、見分けつきにくいんですよ。私もここ若い頃混同してた。もうやってもやってもね、報われないのよ。むしろひどくなっていく。積み木崩しですね。あともうちょっとと思ったらガシャンと崩されたりとか。はぁ、虚しい。やってもやってもハムスターの回し車だよ。でもここから先は利他を軸に置いて、自分の喜びと人の喜びがセットになっている。こっちで物事を決めていくと、もうハムスターの回し車から降りられます。一段ずつ階段を登ってるつもりが、上りエスカレーターだった。あれ？立ち止まってみたけど勝手に行くぞ。これぐらいの追い風が吹いてくる。これはね、騙されたと思ってやってみてほしいな。これがね、今を生きる人にとってのなぜ生まれてきたのか、今生きてるのか、そしてどう生きるべきかの答えで、私は間違いないと思っています。なので、ここも、お、その辻さんの意見、なかなかいいやん。私採用するわ。って思った方は、自分軸で、自分で決めて、それいただくわ。って感じで、持っていってくださると、私はめっちゃ嬉しい。そういう目的で動画撮ってますからね。はい。というわけで、器の話と、生きる目的のお話までしました。ともあれ、時代が不安定でグラグラしているけれども、ふわふわ軽やかなエネルギーが
地球から発せられています。なので、ふわふわ軽やかな方に乗っていきましょう。三日坊主万歳です。もう石の上にも3年っていう20世紀の努力根性忍耐、ぐっとこらえて、みたいな。古いんです。だから、私もだけど、ついついそのね、若い頃の義務教育の影響を受けてしまってて出ちゃいますけど、これを解除していく時なんですよね。意識的に解除しないとね、もう癖づいてるから出ちゃうんだけど、私と同世代の方、40代、50代、60代、70代ぐらいの方、今はふらふら軽いんですよ。インスピレーションで思いついたまま、今日の予定は今日立てる。こんな感じでぜひ行きましょう。ではね、また別の動画で、ちょっと時間の流れがおかしいよっていうような話であるとか、他の話もしてみたいと思いますが、今日はひとまずこれで緊急配信です。もう急いで知ってもらいたくて話しました。この今の時期、すごくすごくエネルギーが強い時期なんで、だから緊急で話します。じゃあ、この後もいい時間にしてくださいね。ああ、よかったら、霊気の講座、ビビッと来た人は来てください。ビビッと来ない人は別にいいんです。ビビッと来た人は、ぜひ、霊気のアチューメントを受けてみられるといいと思います。あなたの魂、ハイヤーマインド、何かが、言っとけって言ってる可能性がある。あ、そうだ。そういう話も今度したいと思います。中村天風さんにまつわるお話、それもしてみたいと思います。とにかく、長くなっちゃったから、これでひとまず終わります。見てくださってありがとうございました。じゃあ、さよなら。